むかしむかし高知の西の高内坂にあった話この峠にお地蔵様がまつられておったこのお地蔵様は夜ここを通る者にひもじい思いをさせてこまらせることがあったと。 ある寒い冬の夜にここをたまたま通ることになった若者がおったそうな若者は朝倉へ妹が嫁入りしてそのお祝いにごちそうを十分食べその上酒をたらふく飲んでよさこいと歌いながら夜の十時ごろ 内の峠に差し掛かったと「お地蔵様の前まで来るとそれまで婚礼で十分ご馳走を食べ満腹していたのに急にひもじい思いに足が一歩も前に出んようになりその場に座り込みたい思いになったそうな」。 古い人の話では、校内を夜越えるときは、必ずおにぎり一個か何か食べ物を持っていかなければならない、と言われていたと。このことを思い出した若者は何か食べるものはないかと着物を探し回ったけんど、婚礼に行くために一丁羅の 着物を着ちょったもんじゃけ食べ物があるはずがない。若者は困りきってなんとか早く朝が来るようにと祈りよった。寒さと恐ろしさで困り果てておったところに幸い一人の男が高知の方より峠を登ってきたと。 天にも昇る思いで今までのことを訴えて助けを求めた。この人もこの近所のもので夜の校内越えの時のことを知っておった。ほんで赤ん坊の頭ほどの大きな握り飯を一つ持っておったと。若者はおにぎりを分けてもらい。 一粒の飯を口にすると不思議に今までの空腹感は脳なり元気も回復して無事に家へ戻り着いたそうな。